皆様新年明けましておめでとうございます、新年1月1日の夕飯でございますが、こちらでございます。ちょっとね、おせちのね、残りでございます。見せたかったんですけどね、動画を出す前にですね、うちの親父がですね、全部ポイポイと食べてしまってね、結局残ったのはこれしかなかったんですよ。で、ごめんなさい、本当に。で、すごい三段重のね、いいね、おせちを買ったんですけどね。ごめんなさい。すいません。で、雑煮でございます。こちらね、大根と白菜と、見えないんですけどね、人参も入っております。結構私の雑煮は結構シンプルな雑煮でございます。で、本当はね、塩味にしようと思ったんですよ。ところがですね、餅ね、入れた瞬間にね、餅が溶けちゃってね、ちょっとね、なんか濁ってるようなね、雑煮になってしまいました。で、先ほど言ったと思いますけどね、塩味でございます。で、お酒は、トリスのサイダー割りでいきたいと思います。で、新年ね、またね、プロ野球カード買いましたのでね、またね、届きましたら、また動画出したいと思ってますし、以前ね、コミュニティにもね、あげましたけどね、またカップラーメン動画をやりたいと思います。いずれかね、今度はね、インスタントカレーかな?レトルトカレーか。レトルトカレーの方もね、ちょっと上げていこうかなっていう検討も入っております。レトルトカレーもね、結構ね、レベルが高くてですね、いろんなものがね、入っておりますのでね、よく、それもね、ちょっとお金がありましたらやっていきたいと思っております。で、皆様ね、2023年も僕の趣味チャンネルをよろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。